ウェイヨー、どうもかけまるです。はい、本日はみんな大好き嫉妬企画でーす。来ました。この企画、本当に僕が一番好きな企画でして、やっぱり彼女に嫉妬されるっていうのはね、本当に嬉しいんですよね。で、本日もそんなツンデレ社長に嫉妬させていきたいと思います。ということで、本日の企画は、もしも料理中に親友とイチャイチャしたらツンデレ彼女はどんな反応するの。はい、今までね、いくつか嫉妬企画をやってきたんですけど、本日は料理バージョンということでやっていきたいと思います。で、本日は料理中にナナちゃんの親友であるまこちゃんに嫉妬するような要素をね、いくつか入れてって、果たしてナナちゃんどんな反応するのかっていうのを撮っていきたいと思います。ただね、この企画何度かやってるので、さすがにポンコツツンデレメンヘラ社長もね、まあ感づくかもしれないんですよ。なんで、まあ、バレない程度に、まあ、さりげない嫉妬だったりっていう、さりげない嫉妬っていう、さりで、今ナナちゃんとまこちゃんはその今から作る料理の材料をね、買いに行ってくれてるので、帰ってきたら早速やっていきたいと思います。それではやっていきまーしょう。かけまる、せーの。あ、ちょっと待って、今日ね、挨拶いらないの。何？実はこれ、サブちゃんでーす。だよ、サブちゃんか。サブちゃんで、料理対決。対決すんの？あ、対決じゃないわ。3人で、なんか一つの料理を作りましょうみたいな動画。あ、結構デカ盛り？いっとー！いや、何してんの？やば、ちょっと硬結構硬いけど。社長、落ち着いていくから。ね、サブちゃんだからさ、普段の何してんの、本当に。あ、俺もう、ファンだからさ、なんか臭い。料理、今から作るんですけど、視聴者の方に料理プレゼント。えバカか、マジで。でっけえ企画。何のご飯を作るかまだ言ってないです。オムライスです。はい、何で言うの。はい、今日はオムライスです。やったー、大好き。視聴者の方にはまだ、ね、オムライスです。オムライスです。オムライスです。はい、オムライス作ります。やった。やっぱね、女子が作るご飯、これオムライスいきたい。定番だね。そうですね。まこちゃんはね、オムライス少女らしいんですよ。はい。え、ちょっと私オムライス作ったことないんですよ。作ったことない。はい、何作ったことあるのか不思議だけど。いや、料理できない。俺も全然好きだよ。本当？できなくても俺が作ればいいから別に。え、作れねえだ。そういう人募集してます。え、本当に。はい、募集してます。え、全然ね。まあ、まこちゃんは作れなくていいよ。ベーコン2個ぐらい使っちゃうか。あ、これは北海道産で、収穫は2週間前だ。すごい、わかるんだ。うん、匂いわかる。え、かっこいい。え、かっこいい。わかっちゃうの。かっこいい。早く剥けよ。手洗わせろよ。手洗わせてくれ。え、剥いてくんね。え、ちょっとでも涙出るの。むきむきして。かわいい。むきむきして。じゃあ一緒にする。いいよ、初心者同士ね。玉ねぎ一緒に剥きます。ゴミ落ちる。しかもカメラここね。ここゴミ。え、今多分マコの草なかしか映ってないカメラ。間違えた、間違えた。ゴミ入れていいんだよ、ここ。ちょっと見えるようにね。僕たちは今、玉ねぎの皮を剥いてます。はい。え、違う、玉ねぎはこうやって。あ、なるほどね。そう、なるほどね。違うんだよ。剥き方があるんだよ、玉ねぎの。剥き方あるの。玉ねぎの気持ちになってあげないと。玉ねぎになるんだ。そうそうそう、これ無理やり剥いてもさ、痛いじゃん。確かに玉ねぎっぽい色してる。そう、チンチンの皮剥くみたいに痛いんだよ。やっぱ料理してるなあちゃんは可愛いですね。玉ねぎ剥いてるまこちゃんはもう可愛いけど、なろ、なあちゃんやっぱ料理すごい似合うわ。似合うって何？包丁が似合う。やろ。やばい、やりてー。ちょっと、そう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 、こういうこと。そう。あ、で、こうして、で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 、切り込み入れる。え、そうなの。
で、こういうこと教えてやれ。じゃあ、行くよまず力入れてもらわないと、俺添えてだけで。で、切らない、切り切らない切り切らないね。ちゃんと下まで行って、それを繰り返す何回も。切り刈らない。切り刈らないね。切り刈らないで切ってる。あー、切れてない。あー、そんなもうほんとポンコツやな。ちょ、勝ち今度ほんと見て、見本見る勝てるから。はい、こうやってね、切り込みを切り込み入れるんだって。あ、そういうこと。ここの切り決ま、あ、そこ切らないのね。これが水縁切り。分かった。そう言ってよ、最初から。言ったよ、最初から。切り替わらないです。切り替わらない。これはまこちゃんのみじん切りです。おい、晒すな。いいんだよね、そういうみじん切りもね。そう、だってさ、これ入ってたら当たりって思わない？うん、思う。だよね。うん、よし。おう、じゃあ、玉ねぎラップしとけばいい。うん、ラップして。おいラップ越しの方が臭そうじゃん。じゃあラップなかったらできるでしょ。うん、マジか。どっちで。なんでラップ嫌なんだよ。まあ今彼女いるから無理だ。彼女の前で言うこと言う。彼女いるから無理よ。やべえ、何痛くなってきた。何食べたの。いやー、最悪。ごく虫やん。なんで、やばい、生まれる。来た、これ生まれる。頑張れ。スポン。で、次どう、何すんの。お、マジか。次バターね。もうなんかあった。はい、あ、よっしゃ。いいよ。じゃあ一緒にやる。うん、じゃあ、はい、一斉のせいだろ。いいよ、一斉のせい。小学生。あ、うわ、待って、殻入れた。じゃあもう一個。うん、片手で割ってよ。パンパン片手でいく。パンパン。じゃあどっちが。え、ちょっと待って。ちょっと待って、そんなんやる。できないよ、そんなの。わからん。まずできるかな。じゃあ、次どう。いくよ。いくよ。うまい、うまい。見た。いやいや、でも、テンポ悪すぎ。パンパンポン。ポンポンポンで。なに。じゃあ、なんかさ、見方キモくなった。でもさ、あるじゃん、でもさ、ドラマとかでさ、彼氏が彼女こっち伝うみたいな。うわ、それやりたい。最高、やりたい。じゃあこれやって、これやって。ちょっと冷たくない。よし、カツくんに膝。カツくん、塩コショウなんか振っちゃってみて。いいんですか。あ、こいつ怖いぞ。料理長。中止だ。ベーコンが、ほんま生きてる。ベーコン生きてんだ。料理長、やばい。大丈夫だった。うん、ちょっと怖かった。危なかったね。大丈夫。でも守ってくれなかった。逃がさないように炒めましょう。はい。でもすごい、すごい。これ100円なの。やってたかも。しようかしょ。入れます。入れて。どんぐらい入れて。もっと入れて。もっと、ちょうだい。もっと入れて。もっと。あ、やばい、やばい。どんぐらいになっちゃう。オッケー、一回ストップ。お前が言うな。いいね。重くない、フライパン。俺がちょっと別に持ってる。行くよ。ちょっと待って。なんかもう手際が違うよね。日頃のイライラが今出てるよね、多分。トントン、ロッカーって。トントン。かけまる。
えぇ、ー、楽しいこれ。え、いいな、いいな。一緒にやろう。いいよ、いいよ。せーの。上下飲んでる。え、気丈いってこと。よし。あ、で、あんま気持ちならばいいかな、もう。いや、引くね。あ、そうなん、やっぱ引くっていうか、仲良くなったらいいけど。え、仲良 いじゃん、だから、だから言うんじゃん。なんか最初からさ、うん、なんかそれは言わさせない、俺言わないよ、初対面の女の子に。イケメンほど下ネタ言わないから。そうなんだよ、イケメンと最近絡みないけど、それな。僕はちくわ。いいよ、いいよ、いいよ。どうよ、いいよ。おお。どうよ、どうよ。こっちがあれだけど、もう穴開いてんだよね、マジで。えここ俺ナイルは普通に穴開いてる。こういうの普通にナイルはちゃんとやるバカ。やばっ。イエーイ、めっちゃ可愛いじゃん。可愛い。イエーイ、いいね。じゃあ次さ、俺マコのやつ買っていい？いいよ。俺ケチャップ得意なの。ケチャップ得意ってない。おい、ごめん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 、出ちゃった出ちゃった。あ、これいつものカックン。これやってるわ。夜のカックン。あ、やべ、出ちゃった出ちゃった。ケチャップに現れるんだ。ふぅー、マジ。え、それもしかしてカックンの気持ちってこと？なんかうんこみたいになってるね。テントウムシみたいじゃない？え、確かに。あの、星4つみたいな。なるほどね。ハート4つの評価、ね。え、高いじゃん。でも、5ハート中なんだ。あー、1個足んないか。1個足んないか、どうしようか。だけど、あー、そういうことか。ハート、マジのテントウムシになったね。ハートの中にハートが4つあるよ。ということはハート5個。あ、ありがとうございます。本当にもうえもうえ、キュン。かけまる。はい、ということでこれから3人で作ったオムライスをね、食べていきたいと思います。イエーイ、楽しみ、うん、ね。いただきます。いただきます。うまっ。うまい、うまい。え、俺マコの食べていい？うん。じゃあ、うん、いただきます。うん、やばくね。オムライスだ。うん、オムライスがやばくね。え、うん、あんしたされたい。え、ちょっと前に、え、まあ、カックンはあれだけど、でもちょっと夢だよね。あんされたいよね。あんされたいよね、好きな人に。されたい。あんされたい。あんしていいの？はい、あー止めてほしいんでしょ。なんかやってんの？ん？止めてほしいんでしょ、今の笑い方。なんかあったっけ。やってんべ、お前ら。いやバレたどっちかにしようかな。結構さ、重複してんね。ということで本日、はい、出頭企画やってました。やってました。待って、料理中ってこと？料理中ってこと、うん。でも、え、あった、なんか、いや、やってたよね。包丁とかは分かったけど、今思い返すとめちゃくちゃやってたけど、多分奈々ちゃん今回見てないことが多かった。そうだね、あ、うち結構集中してたよね。そう、うん、全然気づかないから、うん、もう最後俺がアーンしたらさすがに気づくかなと思ってやったの。最後アーンは気づくわ、普段やらないし、うん。ちなみに料理中2人で手触り合ったり、そう、こういうやつが普通にやってたけど。それさ、うちが見てないとこでやったら浮気だからね。じゃあ後で動画見返そう。そう、編集の時お願いします。その時嫉妬しちゃうかもしれない。あ、確かにテロップで止まる。こんなになってる。いや、じゃあ今回はもっとうちが見てる時にやってよ。いや、見てる時もあったよ多分。うん、あったあった。はい、ということでね、この動画がいいなと思ったら、はい、ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、そして Twitter、Twitter のフォローと TikTok リモナテンションもぜひよろしくお願いします。お願いします。で、この後のご飯食べてる様子とかはサブチャンネルで公開するので、ぜひ皆さん、はい、サブチャンチェックよろしくお願いします。はい、お願いします。よし、ってやろう。本当はしてたんじゃないの。ちょっとカメラ切ったから言ってみなよ。本当はしたんじゃないのって言うと思ったから。だよ、まあ、じゃあもっと分かりやすくやってよ。いや、今回俺のせいか。じゃあなんか、うん、チューとかしてたら、うん、ラップのチューとかそういうこと？そう。あ、うん、そういうことか。俺とラップだったらチューできるみたいな、うん、あれ、ね、あれは嫉妬しないの か、 なんか今日サブちゃんだからクソ、なんかつまんないこと言ってんなと思って。
あ、しかもこれもそう、ハートケチャップのハート。あ、そう、わからん、いつもハート書くから。え、俺だったら嫉妬するけどね、なあちゃんが他の男の人の皿にハートつけてたら。でもうちいつもガンちゃんって書いてるじゃん。あら、そうじゃん。でもガンちゃんは俺も好きじゃん。嘘でーす、嘘でーす。